年を取ってもっともっと皆さんにね感謝を伝えていきたいなって思ったから、今日はたくさんおもてなしさせていただいております。じゃあハッピーバースデー、ありがとうございます。そして携帯から流すという、まあ私の声をね聞いていただけたらいいかということで、かけてみます。音量チェック。目にたった一度、今日はちゃんと言うよ、君へハッピーバースデー。今日は特別何があって、もう君といるよ、だってハッピーバースデー。もうすぐ終わるの今日は、いわゆる23時、シンデレラは眠る、ハッピーバースデー。みんながファンでみんなが家族みたいな、なんかもうかけがえのない存在だなって本当に本当に思ってます。ね、何にも決めてません。このライブコーナーに関してはもうたこ焼きを作ってカレーを作ってってね、じゅんちゃんともう必死でやってきたし、もうここにも今日9時入りで、横田さんすいません朝早くてって言って9時に入って、もうそこから何もない状態からいろいろ用意して、でも本当になんかちょっとでもこう楽しんでもらって、なんかそう何かこう恩返しじゃないけど、まあいろんな形がね恩返しもあると思うんですけど、まあ歌もそうやろうけど、
なんかせっかくね足を運んで来てくれる皆さんに本当に楽しんでお酒を飲んだりとかするのもレアやし、なんか新しいことをねいっぱいしていきたいしっていう気持ちで、今日を作ってきました。で、なんか何なんか歌うもんか。いや本当に何も決めてなくて、あ、じゃあ発表する？ちょっと発表することがありますってずっと言ってたじゃないですか。知ってる？え、ここで発表すると恥ずかしい。え、なんかこんなあれなんですけど、あのなんかそう配信で今日発表したいことがありますって言ってて、なんだなんだってね騒いでたと思うんですけど、まあでもなんか口で言いたいな、口でっていうか来てくれるみんなに顔を見て言いたいなと思って今日前撮ってました。言いますね。え、私吉井かなえは今年の9月から3ヶ月間留学することを決めましたっていう、あーねっていう感じですよ。あの留学をしたくて、語学留学です。なんかあ勝手にどうぞみたいな感じだと思うんですけど、いやでもなんかファンの皆さんにちゃんとなんか話さないとなと思って、決めたのは今年の、2月ぐらいかな、じゃ1月だ、1月ぐらいに、まあ去年から英語勉強をねしてることはみんなしてると思うんですけど、まあ言うてその勉強を1年間やってきた割に留学に行けるほど の英語力はまだまだ全然まだ達してないんですが、まあ10年以上ね、ナインのちょっとうるさい活動をやっていて、本当にプライベートの時間もほとんど取れずで、この間十数年ぶりに家族旅行に行ったりとか、なんかそういう、まあ、家族との時間だったり、まあ何か自分に時間をね今は使えるタイミングでもあるので、なんか留学したいなっていうのはもうずっと思ってて、私高校生で、ちょっと止めるわ、気になっちゃったもうすいませんね、何もかもが。いや、あの高2でこっちに出てきて、東京に出てきて、で大学受験があったんですけど、その時も大学に行くか行かないかみたいな話を事務所とか、まあ、各大学の人とか、まあ、いろいろ話してた時に、大学にもし行くなら語学がいいなって思ったんですよ。あの全然全く勉強できないのもみんな知ってるからそうできないんだけど、でもやるならなんかそういう英語に触れてもう世界に行きたいみたいな、もう勝手な好奇心だけはあるから、そういう好奇心で世界に行きたいから語学やりたいですって言ってたら、でも大学側からお仕事との両立は無理ですって言われたの。だからそこで一回諦めたことがあって、あの英語の勉強を、あ、確かに、まあ、私が上京してきた理由って、あの活動すること、歌とダンスでアーティスト活動をすることだったから、じゃあ今じゃないんだなと思って、ずっとまあ諦めたというか、まあ、まあ一旦ね、まあ、いっかって言って、で必死で10年間やってきて、でもうちょうどね3年前なんですよ、ナインを辞めたのが。3年前に卒業して、まあ、その時は本当にゼロで仕事もない、まあ、最初寮だったから、ナインの時は家もないもう何どこに住もうか、何をしたらって生きていけばいいんだみたいな、そのゼロの状態から今いる皆さんとか、まあ、ファンの皆さんに支えてもらってまた音楽活動を始めました。今はねパーソナルトレーナーも半分ぐらいの領域で結構がっつり頑張ってるんですけど、でやってきて、で、あ、そうだ、英語も私一回諦めたことがあるなと思って、だったら、まあ、29歳もう30手前、20代なんかやり残したことはないかみたいな、そういう勝手なね、そういう感じで、あ、じゃあ留学行ってみたいなって思って、まあ、コロナのね時期でもあるんですけど、全然なんか留学とかやっぱ始まってるみたいで、で私もいろいろ調べて、ちゃんと留学お願いする学校はすごい世界的にも有名で大きい、あの
学校にお願いできたので、それで行こうと決めて、どこに行くかというとアメリカのマイアミです。マイアミ知ってる？私最初どこって感じやってんけど、なんでマイアミにしたかっていうと、アメリカが良かったんですよ、まず。で、LA か、ニューヨークとかカリフォルニアとかあるじゃないですか、こう有名なところで、その辺かなって思ってたんやけど、で、留学経験のある人とかにもいろんな話聞くと、やっぱちょっと日本人多いかもって言われて、で、日本人も、もちろんいるから、都心だとね、そういうだったら多分日本語で絶対友達作っちゃうし、3ヶ月やったらなんかもったいないかもって言われて、だったら日本人がいないとこ行こうっていうので、いろいろ調べたらマイアミがもう 2% だったの、日本人がほぼいないみたいな。私がの学校東京校やねんけど、から飛び立つ人の中でも0人やし、てか日本人がいない、そんなもう閉ざされた環境に一回自分も追い詰めてやろうと思ってマイアミに決めたのと、あとはもう学校の目の前がビーチなんだって、だからもうただそれだけ、もう起きてパッて開けたら、あ、ビーチで海だ、行こうみたいな感じ、わかんない。そういうね、楽しいなんかところなのかなっていうのとがあって、そのマイアミに決めて、まあだから語学はもちろんだけど、あとはまあ私ダンスもね、3歳からやってるし、ちょっとダンススタジオとかも今調べてて、なんかそういうレッスンも受けてみたいなとか、で音楽もね、ちゃんとしっかりいろいろ学べることは学んで、吸収できることは吸収して、でさらに来年2023年、さらに多分3ヶ月でかなり成長すると思うんですよ。わかんないけど、でもだからそう、来年30歳、ね、またここでやってんのかな、わかんないけど、もうみんなでアメリカ行こうとか言ってるかもしれないけど、まあでも本当にさらにレベルアップを目指すべく29歳となりました。なので皆さんにご報告でした。よろしくお願いします。え、どうだった、びっくりした？多分誰も想像してなかったよね。そう、でもだから、でもそういうその時の仕事っていうか、あんま考えてないけど、一応ポコチャだったら配信できると思うのよとか、まあでもちろん絶対ね、毎日多分やってるなんてもったいないから、向こうに行ってる時は英語勉強しなきゃいけないから、そんな時間があるかどうかとかわかんないけど、でもなんかつながるのかなっていうのもあったりとかして、ポコチャやったりとか、こういうなんかね、オンライン系とかやってるって感じでした。はい、ご理解の方はできたでしょうか？そんな感じ。じゃあ、じゃあスパークリングデイズ行くか。わかりました。まあ本当にだから29歳にもなっても、私は夢に向かって突っ走って行こうと思ってるし、でもまあその夢が、あ、留学なのすげえみたいなさ、なんかそこ行ったみたいな、結構さぶっ飛んだことをさ言うと思うんですけど、皆さんついてきてくれたら嬉しいです。ということで、じゃあスパークリングデイズ聴いてください。ありふれた日常に
好きなもの嫌なものも全部いつからかまるで似てきたよね。それぞれの道は違うけれど変わらない一応チェンジしました。さっきとちょっと違う感じで実はね、今日はありがとうございます。皆さん楽しんでいただけてますか？ありがとう。もう本当に初めての試みでこういうイベント、シャンパンも人生で初めて開けます。人生で初なんだなってちょっとびっくりしたけど、自分でもシャンパンもね、自分で初めて、人生で初めて開けたりとか、自分の誕生日なのにあんたがおもてなしすんだねって友達にすごい突っ込まれるくらい今日は準備をたくさんしてきたので、皆さんに楽しんでいただけてたら嬉しいなって思ってますとね。29になって、そう、多分配信でも言ったと思うんですけど、29歳になる直前になんか誕生日向かるなみたいな考えてて、なんか普通やったら、あ、じゃあ来年はいくつになるからこういう年にして、まあ、こういうことやっていきたいなみたいな、なんか誕生日ワクワクみたいな感じの、なんか感じのことを思うんやけど、なんか今年はなんか分からへんけど29年前にお母さんとお父さんがもう私の誕生を涙ぐんできっと迎えてくれたんやろうなって、なんかそれをすっごく感じて、なんか、ま、ね、もう29歳になって周りでも子供が生まれたとか、ね、結婚したとかいう子とかも多分すごい多いし、妊娠してますとかいう友達もね本当に間近でいるからなのかなっていうのもあるんやけど、なんかあ、ちょっとずつ大人になってるんかなって、そういうね部分でも気づいたりして、だから
今年は29歳になって朝起きてからすぐにママに電話、家族ラインか、家族ラインでおめでとうって来てたから、もうママ産んでくれてありがとうっていうことを伝えました。そうね、本当にね、命の誕生ってすごいことだし、まあ、本当29年間こうまっすぐに、本当にまっすぐにブレずに、これなんかなんかで言ってたよな、ブレずに、多分テレ東の番組で言ってた気がする。そう、でも本当にまっすぐ自分の夢をね、ずっと追い続けてこられたのも本当に両親のおかげだなってまずは感じてるので、家族に感謝して、そしてね、今日も新しい、こんな新しい形のイベントに皆さん足を運んでいただいて、なんか私がやること言うことなんか全部ぶっ飛んだことも多分多いと思うんですよ。そう、一部でねちょっと発表したんですけど、留学に行くっていうこともえーって多分誰も想像してないことをね、でも急に言い出すぶっ飛んでるやつやなってきっと思われてるんやと思うんやけど、まあでも私らしく、なんか私は夢をね追い続けていく人生なんだなって、で夢を叶えていくための叶えなんやなっていうぐらい、ちょっと常に夢を作って、自分らしく走り続けて、でそうやっていく中でこう皆さんと手を取り合って楽しんで、ね、思い出をたくさん作っていきたいなって思ってる人生なので、これからも皆さんよろしくお願いします。Are you ready?Yes, we are gonna change, change, change. みんなに当てとき、何を解くの金が、あの日生まれた時のように。I think it's gonna be alright. Yes, we are gonna change, change, change.今日はちゃんと言うよ、君へハッピーバースデー。今日は特別何があって、もういつもと違うよ、だってハッピーバースデー。もうすぐ終わるの今日は、今夜の23時、シンデレラは眠る、ハッピーバースデー。
お祝いできるようにと思ってこういう曲を作ったので、皆さんも自分のねお誕生日は本当に大事にしてほしいし、言ってください。私に全力で応援するの、応援じゃない、お祝いするので気持ちで